日程第2、総務生活委員長、福祉教育委員長及び産業建設委員長から、現在各委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第77条の規定により、お手元に配布してあります申し出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査することに決定いたしました。日程第3、これより議員提出議案の審議を行います。提出議案はお配りしてあります意見書のとおりであります。お諮りいたします。議会第1号、第2号および第3号の3件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、即決したいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議会第1号、第2号および第3号の3件については、委員会付託を省略し、即決することに決定いたしました。議会第1号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。12番、古畑秀夫さん。12番議員。ご指名をいただきましたので、議会第1号、地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書につきましては、意見書案を読み上げて提案理由の説明とさせていただきます。地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書、地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け、大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割はますます重要となっている。このような状況の中、地方議会議員はこれまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向を汲み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。また、地方議会議員は議会活動のほか、地域における住民ニーズの把握等様々な議員活動を行っており、近年においては都市部を中心に専業化が進んでいる状況にある。一方で、統一地方選挙の結果を見ると、投票率が低下傾向にあるとともに、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや、地方議会議員のなり手不足が深刻な問題になっている。よって、国民の幅広い層からの政治参加や、地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現することを強く要望する。ということで、審議会として意見書を提出するもので、ございます。以上を申し上げまして、提案理由の説明といたします。全議員のご賛同を賜りたくよろしくお願い申し上げます。補足説明はありますか。ないので質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議会第1号を採決いたします。お諮りいたします。
議会第1号は原案の通り決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議会第1号は原案の通り可決されました。次に議会第2号及び第3号の2件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。8番西条富夫さん、8番議員。ご指名いただきましたので、議会第2号および第3号についてつきまして、提案理由を申し上げます。議会第2号給付型奨学金制度の創設等を求める意見書の採択を求める請願書につきまして、提案理由を申し上げます。大学生の2人に1人が奨学金を利用し、社会人としての出発点から多額の借金を背負っています。奨学金に至らなければ大学等に進学できず、不安定な雇用で返したくても返せないなど大きな社会問題になっています。2017年の通常国会において独立行政法人日本学生支援機構法を改正し、2018年度から給付型奨学金制度を導入するとしています。この機を逃さず、貸与から給付へ、有利子から無利子への流れを作り、無利子奨学金のさらなる拡充と教育の機会均等等を確保する観点から、学費を含めた教育費負担の軽減を実現していくことを求め、政府および行政関係行政機関庁宛に意見書を提出するものです。続きまして、議会第3号、子ども・障害者等の医療費窓口無料化を求める長野県への意見書の提出を求める請願書につきまして、提案理由を申し上げます。全国の都道府県では、2016年9月時点で子ども医療費は39都府県、障害者医療で29都道府県で窓口無料化を実施しています。子ども医療費が償還払いの北海道と埼玉県では、同県の制度では償還払いですが、ほとんど市町村が窓口無料化しています。現在、当該県下のすべての市町村で窓口無料化を実施していない県は、長野県を含め6県のみとなります。1レセプト500円の手数料は、病院と調剤薬局での支払いがある子育て世代にとっては安い金額でもありません。窓口無料化は、軽症のうちに安心して受診できることにつながり、重症化を防ぐことにもなります。長野県でも子ども・障害者等の医療費の窓口無料化が実現できるよう、県に意見書を提出するものです。以上申し上げまして、提案理由といたします。全議員のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。補足説明はありますか。ないので一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議会第2号及び第3号の2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。議会第2号及び第3号の2件はいずれも原案のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上2件は原案のとおり可決されました。お諮りいたします。議会第1号第2号および第3号の意見書が可決されましたが、その条項、軸、数字、その他整理を要するもの、また意見書の提出先等については議長に一任願いたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書の処理については議長に一任と決定いたしました。以上をもって本定例会の日程は全部終了いたしました。